桜はちょっと割れやすい、裂けやすい性質にあるんで、はい、ちょっと優しくかけてあげた方がいいですね。できました。こういうところで飾るとね、いいですよね、盆栽らしくて、うん、まあこういう職人乗せてあげるとそうですね、より可愛いんじゃないかなと。大小があってまあこれで見ればいいですけど、基本しだれはこの大きさぐらいで、オカメはあのいろんなサイズあるんで、お好きなのを選んでいただいて作ってもらえればいいんじゃないかなと。これが全部咲くっていう風に考えると、うん、可愛らしいじゃないですか。お家でお花見できるやつですね。はい、そうですね。あっち変えたくなってきますね、それ。これ。